M-1 甲子園は2003年から2008年まで行われていた高校生お笑いナンバーワンを決めるイベントである。吉本工業が主催。正式名称は全国高等学校お笑い選手権 M-1 甲子園である。当初予選は近畿、中国、四国、地方のみで行われていたが2005年の第3回大会からイオンが特別協賛となり、 予選も全国のイオンショッピングセンターで行われるようになった。2009年にハイスクール漫才にリニューアルされた。予選は例年7月頃から始まる。会場は全国のイオンショッピングセンターなど、コンビのメンバーは異なる高校の生徒同士で組んでも良い。地区予選ではその日の優勝コンビを決定し、商品券1万円と M-1 グランプリ無料エントリー券が、 贈呈される。そして全地区予選終了後、全出場者の中から面白いグループ上位約10組が選ばれ決勝メンバーが決定する。決勝会場は、第1回第5回までは、ナンバグラウンドカ月第6回は、ルミネザー吉本。優勝賞金は20万円と副賞。その他に、審査員特別賞が出る場合がある。第一回と、第二回は、近畿、中国。 四国地方のみで予選を行っていた。そのため予選のない地区からわざわざ出場するグループもいた。この時の決勝メンバーは地区優勝した組予選で評価の良かった組で構成されていた。第3回からは規模を拡大し全国で予選が行われるようになった。しかし、決勝メンバーが全出場者の中から面白いグループ上位約10組になったため、 地区優勝しても100%決勝に行けるわけではなくなった。漫才の上手さや面白さ以上に高校生らしさや楽しんでいるかなどを重視する傾向にある。特に第5回以降はその傾向が強くなり決勝大会のレベルが明らかに下がってきている。第4回までは地区予選にお笑いに関してクローとである放送作家が審査員として参加していた。しかし、 第5回大会以降は、吉本工業の社員と4各店舗のスタッフ、当日の MC を務める芸人が審査員を務めている。このように、お笑いに関して、素人の人間が審査員の半数を占めるため、第5回以降は不可解な審査がたびたび見られるようになった。この点について、ハリガネロックやポイズンガールバンドなどの地区予選の MC を務めていた芸人が、 ブログで苦言を呈すなど、物議を醸す審査が恒例となっている。ちなみに、この大会は、金の卵発掘のような趣旨があると思われるが、不可解な審査を経験した、オレンジサンセットや、クロンモロンなどは吉本には入っていない。順序は五十音順。ありがとうございます。